寝室ではやっていけないこと。お家に帰ると寝室があると思います。その寝室はお家の中でも長時間いる場所で、体を休める場所、そして運気を吸収する場所でもあります。そんな寝室でやってはいけないことがあります。それは寝巻きに着替えないです。外から帰ってきた服のまま寝てしまう。それは日中いろんな気を浴びた服のまま寝てしまうことになり、運気を補給することができなくなってしまうかもしれません。ですので寝る時は寝巻き、パジャマに着替えるのがいいです。またそのパジャマ自体も長く使っていると毛玉ができてしまったり、布から悪い気も発生してしまいます。ですので寝巻き、パジャマは定期的に変えるといい運気の状態をキープできますよ。